どうってございまして、まあ、独演会といたしましては、まああ、10回目ということに、えー、なったわけでございます。初、まあ、教を襲名しましてからも、それ以上の日が経ったわけでございますが、あ格座自分から入れますと、14回目の独演会。えー、まあ、独演会としては、約3年間ほど空白がございまして、これはなぜかと申しますと、 毎日放送のホールで、初教18番という落語会をやらせていただいておりまして。で、年に3回、3年間、えー、まあ、1回につき2席ですから、9回の2の18席を聞いていただいたということで、楽しんでいただいたわけでございます。ですが、まあ、年々いろんなところで、読見会とか、また、一人会とか。 いろんな形で聞いていただいているわけでございますが、もう、私である弟子の方がだん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 上手になりますから、もう、辛いもんでございます。三教にも、今、弟子が、 できまして。言い換えれば、私にとりますと、孫弟子でございますね。で、まあ、あのー、お家でよく、えー、孫ができると、子供と違って大変な、可愛いもんやとこう言われますが、なんとなく、まあ、気持ちも、そこまではまあ、私も行きませんが、まあ、三教の弟子ということでございますから、私にとって責任感がないんですね。どう育てようが向こうのもんでございますから。<laughs> で、用事のある時だけこっちが頼んどいたら済むという。まあ、そういう意味では、あ、 本当の孫というのはもうこれ以上すごいもんだろうとは思いますけども、おまあ、年齢的に孫で死がいてるというのは私にとっては大変早い方やそうでございまして、えー、なんとなく老けるというのは嫌なもんでございますけども、一人でもまあ、言い換えれば仲間が増えていくというのはあ嬉しいことでございましてですね、えー、こうして一文だけで、まあ、独演会をやれるということは本当にありがたいことやとしみじみ思っております。えー、去年、 から、まあ、今年にかけて自分自身の気持ちはって言うと、なるべくまあ普段やらないような楽を皆さん方に聞いていたこと。いつもね、職業が出てくるとお酒が中心の話が多いなと思われますが、まあお酒は根っから好きですから、それはまあ仕事を済んだ後十分にいただければと。昨日も2時半までいただきすぎまして、 で、今日はまあ朝から早く起きて、本当はあのこの時間、朝日放送で火曜大練習というのを木曜日、鈴木美智子さんとやらせていただいてるんですが、今日はまあ、プロ野球の関係で放送がないということで、あ、はあ、よかった、ゆっくり寝れるなぁ思ったらそんなことなかったんで、朝日放送から電話がかかってきまして、ひょっとしたら東京雨降るかもしれませんので、とりあえず録音取りましょう、って。 でえへん声絞り上げて今日、まあ2時間もうすでに取ってきたんですが、野球やってるからあの仕事は何だったんだろうとか <laughs> 幻のテープみたいなもんですね。 で、あの、生っていうのは、皆さん方にとると、あ、大変やな、と思いますが、我々にとると、録音の方が大変でね、時間をきちーっと測っていかないかん、ちょっと喋り間違ったら、テープ止めて、もっぺんその辺からやりましょうか、言うと頭の中ぐちゃぐちゃになる生放送って何を言おうが、しくじろうが、時間ギター終わるんですから。<laughs> そういう意味では、まあ、生放送の方が、やってて緊張感はありますが、あ疲れというのは、そうさほど感じないという。 でございますねで一つのリズムみたいなのがございますからあ、このぐらいの時間になると、もうあと何分で、こう、こう、こうで終わったら何か食べれるとか飲めるとか、いう喜びがあると一番いいわけでございますが。今日はまあ,あ、小北亭というのはお酒のイメージが強いございますが、一門の中には酒が飲めんというのも何人かおります。まあ、あの、一滴もというわけはございません。二角も決して強い方やなかったんですね。入った時はどちらかというと甘党でございます。 うーでも、人間はまあ、稽古すれば多少は飲める。うちの三教は本当に入った時には、コップ一杯のビールで真っ赤な顔をするという。その代わり甘いもんがあると、おはようございますって来ると必ず食べるという。えー、そんだけまあ、甘いもんには目がない。私はどちらかといえば、雨風って諸角に言われましたが、妙な言い方をしますが、えー、お酒も行くし、甘い方も食べるというのは雨風というような言い方をするんやそうでございます。えー 私、今までずっと家、十何回引っ越しをしたんですが、行くたびに近所に万獣屋があるんですよ。<laughs> あ妙なあ、石橋に住んでた時も向かいが万獣屋さんで。で、今住んでるのも天王寺の警察病院のマーでえ、家どこですかって言われたら、向かいにあの松葉屋っていう万獣屋の、その隣ですって言うのが一番わかりやすいんでね。で、まああのお、うちの子供なんか、やっぱり隣近所の付き合いっていうのはきっちりございますから、隣行っては万獣を。で 大人い言のは、まんじゅうを買ってる間に、お客さん、まあ、包む間にまんじゅうくれはるんですよ。で、まあ、その、いつものまんじゅうちょっと小ぶりに、お客さんに、その時ちょっと食べていただくという、小ぶりのまんじゅうがあるんですね。で、うちはまあ、ケンタとモモコ、小学生がいてますんで、これが、たった5つのまんじゅうを買いに行って、2人で二個食うという、<laughs> 恐ろしいことをやってるわけでございます でもまあ,あ、やっぱり隣近所ですからいいですよってうようなもんでね。えー、三つ食うて二つ食うという時もございますしね。えー、ちょいちょい隣は焼肉を、まあ、従業の方々に支払う時に、ケンちゃんもおいでって言ってよ、うちのこう、一時中世に向け焼肉を食べに、えー、隣の屋上行ってたんですよ。で、私とがほんまのものの焼肉を行こうと思って、おい焼肉今日は行こうかって言ったら、はいって隣へ入って行ったという。<laughs> 焼肉は隣で食うもんやとこう、 感じてたという、まあ子供の習性といいますか、うちなんかでも、まあおじいちゃんおばあちゃんもおりますし、皆がやっぱり私を抜けると平均甘いもんが好きなようでございますが、あまんじゅう怖いという,う、これはもう落語の世界では古典的な言葉になって一般の方々でも、ないかまあ,あ、そういう使い方をする どうしましたこれ、一つどうですかいや、もうお酒は怖いですな、っていう意味は何であるかというのは今日の落語を聞いていただいたらわかるわけでございますが、もう落語へ登場するというのは我々同様いたって、まあ、頼りない、面白い、おかしな連中が集まりますと、落語の始まりというやってございまして、たあ、おいおい、いや、ちょっと酔ってんかいや、まあ、この男が今言いかけよったんやけどな、久しぶりに皆友達がこうして顔を合わすっていうのは滅多にないこっちゃところが、 人間みんなそれぞれ顔が違うように好きなもんも違うはずやと。今日は一つその好きなもんを担任して遊ぼうかってこいつが言おったけど、どないや。<laughs> なるほど。お、おれおれやるやろ。ほならら。おらこっちの端から順番に聞いていくよってに答えてや。おう、お前一番好きなもんはないや俺か。俺はやっぱり一番好きなもんと言ったら酒か。なるほどな。男らしいって言うがな。嫌味がない。酒。おう その時、お前好きなもん何やお前はあの、二番目が酒や。な、聞いてみないかんちなごけえねえ。え、こいつはお前一番好きなもんが酒。この男は二番目が酒やとぼえてんねん。お前一番好きなもんは何や,や一番好きなもんは、二番目があ酒や。でも二番目は聞いて分かったのや。一番好きなもんを足んねてんねや。そう言わんかい。先生、一番好きなもんは、 へへへ。二 <laughs> 番目が酒。<laughs> なぶってって偉いでお前。な、お前みんな聞かなきゃいかんねんお前だけ待ってられんねん一番好きなもんを言えって言ってんねん一番好きなもんは、おなご。あ、そっち行け、アホ。なんか言いにくそうにしてると思うでん。おう、お前好きなもんなんやな。俺は天ぷら。油っぽいもんが好きだ。そっちはキャラメル。あ、子供やがな、お前。キャラメルってな。お,おい、お前何が好きや えいやお前一番好きなもんなんや。おいか。<laughs> おい一番好きなお前の嫁はん。怖いなおい。<laughs> そんなこと人前でよう言うなおい。冗談にしろ。まあまあええい。おい。おい、お何がすっきゃ。お、お、おらはあのまあ好きなもんといったまあ麺類ではボタ餅か。<laughs> 何を麺類ではボタ餅。ボタ餅あれお前。 麺類かおあれ魚類ですか <laughs> もうそう、わからなんだら、もう,しょう、しょうもないこと言うな。えあう、えー、お前、何がすっきゃお、俺らのこのぐらいの丼鉢。何丼鉢。丼鉢決定なもんがすっきゃねんな。いや、ま、すっきゃって言うわけない。これ、うねえないで。こんなかいな、もう、たきたきっての、熱々のご飯をよそおって、その上、明石で取れた、ええー、鯛を三枚におろして。 作りにして乗せる。その上からあの、浅草のりをこう、軽く火に炙って、揉むようにして散らして、で、わさびを吸って入れる。そこにな、あの、ちょっと贅沢やけど、あの、卵を二つポンポンと、で、白身掘って黄身だけ、ちょっと上に乗せて、で、軽く醤油をかけて、ぐーっとかき回して、お前、ハチハイ食う。化け物やわな。<laughs> よう、そんなもん、ハチハイも食いよんな。おう、お前は、おら、おぼろずっきょ 何おぼろずきを、おぼろずっきを過ぎかすっちゃな。なんでや、いや、おら、おぼろずっきよの番に俺がまあ道を歩いてるとすんやな。うそころなってきたら、あたりは誰も歩いてない。その時に足にコツンと当たるのがあんや。何かいな、と見てみたら、これぐらいの風呂敷だずみや。これうちへ持って帰って、しょっと開けてみると、中から、まあ5円札やら10円札やら何やかんや入れて、ま三、あ、360万ほど入ったんやな。 これをわしが警察へ届ける半年ほどしての呼び出しや。なりたいなと言ってみたら、例の一件、落とし主が死ねんってうやっちゃうやつこれだけの大金を、まねこばたせんと、正直に持ってくるってうな。今時珍しい。ほんまにお前はあっぱれなやつやて、せんと褒めてもうて、その360万円もらうのが大好き。<laughs> その誰かってすっきゃん、そんなもん。いや、そんな大層な話じゃないんや。あの、ちょっとしたお前、食べるもんでは何がすっきゃっね。 それやったらあの、南京豆。えー、らい違いや、おい。360万円とつるくせえが。えー、いやいやいやよし人通りこうしてな好きなもんを足りいした。今度は反対にな。嫌いなもんとか、嫌なもんとか。そうあの、徳川家康っちゅう人いたってやろう。うん。うん、おい、心安い。嘘つき、青。何が心安いね。あの人が、 ああいう天下取った人でも、カエル見たらずーっとしたというんや。これはな、まあ、嫌いというより虫が好かんちゅうやって言われてやな。てかお、お前らもあの、嫌いだけやのっても虫が好かんとか怖いとか、こういうもんちょっと言うてもらおうか。おい、お前からやっぱ行こう。何やおら、あの、ヘビは、ま、もうヘビ見ただけでずわーっとするな。だからな、お前だけあれ、大変の人間あれ見てすっきゃっちゃったらおらんで、あ、おい、その向こうは、俺の芽口。 そっちは、帰る。お前ら会わしてんのかいえー、<laughs> お、うおい、お前なやんやえい,いえ、最近、わしの嫁はんが、そっちは言うた。お前、何が嫌いやあ、お前の嫌いなもんは、お前や。<laughs> <laughs> 怖いな、えー、よなかった、あなこと言ってたおいそっち、おい、あの、あの、ゲジゲジがあかんねん。そっちは、おい、ムカデや。だんだん何さのもなってくんな。そっちは、おい、雲があかん。あらおい お前、何が嫌いやお前嫌いって言うより怖いね。何やケツネ何ケツネケツネあ、あのな、今日日お前、若いもんが、お前、ケツネが怖いってなこと言えないな。ええー、いや、大体な、ケツネたぬきちゅうのは、騙されたり、馬鹿されたりして初めて怖いということは言えねんで。あ、そうやったら、お前、騙されたや。お前がかえそうやん。いつ、忘れません、お前、えー、去年の夏や。 どこでこの、この町内でへえこの町内で町内ちょっとうと割キ屋があるやろうん、角の割キ屋か。そうや。俺ちょうどな、去年の夏、6時頃、風呂へ行って、帰りしな、割キ屋の前まで通ったら、大きな白い犬が一匹ペーっ飛び出しちゃったやん。うーん、あんまり町内で見んやけどな、とよう見てみたら、これが犬やね尾が太い。狐ねや。そう、あのー、 そういえば、去年のその時分によ、年寄りとか子供連中が割りっきゃのあたりでこかされたとか、ひっくり返されたとかいうのあったやろ。はは、さてはこいつの仕業やなっと思た俺は寄っていくなり、ほう、げんこつ叩いて、この額のあたり、きつね、ブーンとくらわしたったら、キツネがブンってひっくり返りとった。すぐ襟組持ってひょっと見ると、割りっきゃ よーそん割り気が集んだら、そんだから手を売るやつを一本引き抜いて、よし、こいで思いっきり殴り殺したろ、としたら、狐が明日から哀れーな声で、どうぞ命ばかりはお助けよ、と。嘘つきあおお前。狐が物言うかいいやいや、そら言う言うでお前。お前、バカそうと言う奴はや物ぐらいいいよのが。なんどうぞ命ばかりはお助けよ、とこう言うよって。なんか言ってけっかね今まで先導悪さしやがって、人お前に殺したくせで覚悟せえったと。 と命だけは助けとくなその代わり、今日ここで命を助けていただきましたら、あんたが一生かかっても見えん、珍しいもんをお目にかけますとこう言わないで。おぉ、ここでお前助けたったら、一生かかって見られん、珍しいもんって何やねんと聞いたら、狐、狸は人を騙したり馬鹿したりいたしますが、その馬鹿すところは決して人には見せんもんでおます。助けていただいたそのお礼に、 あんた以外の方、騙すところをご覧に入れますとこう言えない。そういえば今まで、ああ、騙されたとか、バカされたっていう話は聞いたけど、騙したりバカしたりしてるとこ見たことない。よあし、わかった。今日はな、命助けたるその代わり、鮮やかーに騙すところを見してんか、と言うてると、ちょうど向こうからやってきよったのが、年の頃だな、二十四五。ふ、うん。あ人た同じように風呂帰り、浴衣かけて、まあ、手拭い持ってぶらぶら気よあのお方、 騙してごらんに入れます。ちゅうなり。横手にあった、わらたば、頭へ乗せるなり。すんまえへんけど、皮膚の三つと、掛け声かけとくんなり。よっしゃええか皮膚の三つ、パーンととんぼ切りよった。今までいてたんが、姿が見えん。俺、うまいこと言うて逃げやがったな、と思てると、今度わしの前へ姿あらっしよったんが、年の頃なら二十一に、背のスラーッと高い髪の毛の濃い色白で、目がパッと、 ちりと鼻水の通ったおちょぼ口。なんともかんとも言えん、きれいなおなごにばけよったな。俺は思わず、お、おきっつんと <laughs> ねえ、それ。いやいや、相手がきつねで、名前がわからんさかい。ちょっと、おきっつんとこう、俺が名前つけて。うん、どうしてなんとば、だやかなもんやないかい。余計にわしがきつねとわかってても、それやったら騙されるな。べっぴんやな。しかしま。 前から見んのもないけど、後ろ姿の粋なところもちょっと見してんかと言うと、やっぱりきつもな、おめえ慣れてまんだらでもなささり、まあ、口の上手なおかっへへ、どうぞ後ろ姿の不細工なとこ見て、わうとくなれて、くるっと後ろ向きよった。ところが悲しいから、キューバの仕事や。帯の間から大きなおっぽがだらーんと出た。あおぎたががん、おうが出てあるわな、っちゅうと、キツネ恥ずかしそうに、たもとで隠し持って、 お,お恥ずかしい。嘘つきあおう。絆がそんなしょうもない、しゃれ言うたらするけい。で、どうしてんなんたがそこにいたはりましたら仕事がしにこうますまで、どことで隠れて見てとこんなれ。よっしゃきゅって、おらめ、悪傷になるとこからじーっと様子を考てると、その気分が、男の子でち,ちょ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 って寄っていって、耳元で、ぼちゃぼちゃ、ぼちゃぼちゃとなんか言うてるかいなと思っ、と、たする男は嬉しそうれっさに似やいて、ふー、覚えてうなずいて、 キビス返して、二人が仲良う方、肩合わすようにして歩いて一くように、ほにもううまいこと言うて騙されよったの。ああ、うまいもんやな。しかしこれから、どういう風うにして騙されよるでやろうと、うではしら。あと、見え隠れについていったら、道ならそう。二丁ほど行った自分に片側にあっちゃがんねん。そこへ狐つねが先入りよって、こっち向くらにシュッシュッと手招きする。男は中へ入りよった。さ わしも続いて入ったろうと思ったら、ピシーッと飛ばしまってお前、おめ鍵鍵くなんかかけおったんか、ナップしてもあかへんよ。何をさらすんよ、おめ一番これからお前、おめ肝心なとこ、おめなんとかしてお前、おめ中を覗くとこはないかいな、と探してると、ちょうど、その真ん中あたりに、一つ節穴が開いてある。そっから白い指がシューッと出て、ちょい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 とこう招き寄るやねえかははぁ、よっから覗けと言うなにやな、と思って、俺がその、 あのね、じーっと目を当てて中を覗くねやが、中はっ暗で何にも見えんねや。ちょ、ちょ、ちょ,ちょっと待って。お前が最前言うてたやねげ去年の夏の前、六時頃って言ったら、お前は昼みたいに周りは明るいのに、真っ暗ってゅうのはおかしいんちゃうかええいい。俺もかしな思てじーっと中の様子を見てるっちゅうと、なんだ急に頭の上、バサー。 と物が落ちんねや。なんや、なんやねんや、わからん。じゃあね、か左手でその、あ、頭に、そう、落ちてきたもんをこう、払い抜け持って、中の様子をじーっと見てねが、中は何やしらもやもや、もやもやして、ぷーんと、臭いね <laughs> どないなったんさどないなったんやろと思って、じーっと見てる。ちょっとまたして、頭の上なんや。 う言ってきて、それを手で払いのけ持って中の様子を伺うねが、中はなんじゃもや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 ,もやして、ますます臭いん。どない、いやどないかながわしもわからんなと思って、じーっと見てるちょっと、不意に後ろから、これ、なすね危ないかな、っちのでは気づいたけどな、おらお前、馬のケツのどいてたよよう、そんなえげつない、騙されをしよったなえ、え おい、若いもんがわーわーとどないしたやんあっまあ、おやっさんだからいよいよ、わがとくなりいえな、いまみなね、めいめいに好きなもんとか、嫌いなもんたんねやい人遊んでたんだなこの男があんた、けつねに騙されたちゅう話聞いて、みなで笑ってたとこだうん、結構結構ここの頃、うん、若いやつが夜とろくな遊びせんがまあ、そういう罪のない遊びならええなああそうそう、おやっさん 今まで、まあ、こんなこと言ったんだけども、随分と、武勇伝を若い自分の話聞かせてもらいましたけど、なんでっかいな。親さんみたいな強いお方でも、今までに、怖いとか、なんとも言えん、恐ろしかったっていうようなことを、一品や二品、あんのと違いますか。うん、よう言うてくれたな。あ、わしも随分と生きてきたが、今までに恐ろしいと思ったことは、 あとにも、先にも、天にも地にも、いっぺんだけあるな。うますかある。いつの話でね。あら、わしが二十二の年じゃ。おおだいぶ古いことんな。おお、じゃあ今から三十四五年になるかな。へえ。どんなことでね。あの時だけはまあ、脇から体中あぶる汗が出たで。へえ。 それちょっと、おたえらに一かしてもらわれしまえんやろか、みんなに。まあ、話してやってもええけども、お前ら怖がれへんか。うだうだいいな、な。おたえらなんぼ怖がるや。ちょっと待って、話聞いて怖がるってなことおまかいな。あ、そうか。それやったら、話してるよってに。もうちょっと、みんな、こっちへ寄ってこい。およし、よし、よし,し、それでいいわい。どやさん、いつ残ってんねん最ンも言うた、わしが、 二十二の時じゃちょうどその時な。俺のおじきというのは、農人橋、お払い筋を来て入ったところに住んでた、うん。ちょうどわしがあそこへ行ったんが、夜の八時ぐらいやったか。おじきもまあ、職人のこっちゃ、夜鍋仕事を済まして、まあ、寝酒飲もうと。おばはんがまあ、おじきの前、お膳を置いたとこへわしが入って行ったんじゃな。おうおら、お前、どこ行きてやないかい。ええ今から寝酒やろうと思うにが、いっぱい付き合うんだ。 い、喜んでいただきますさ、と。そこは、お互い、おじ、おいの間から、遠慮気兼ねじゃない。まあ、世間話しながらいっぱい飲んでたんや。だから、おかしなもんで、この、世間話しながら飲んでる酒っちゅうのは、時間の経つのをこるっと忘れて、くっと気がついたら、もうお前、十二時も回ってるやないかい。ああ、おさんえらい、長いことごそになりまして、ぼちぼち帰らしてもらいますさ。慌てて帰られてもいいがな。のやったら今日泊まっていたどないや。 えいや、うちで泊まるぐらいやったら、他もおかんも怒りよらやろ。いずれも、怒りはしまえんけど、今日は何にも言わんと黙って出てきましたんでな。帰って帰らなんだら、心配しおりますさかい。こんばんはもう、これで失礼しますさ。あ、そうか。それやったら、ま、十分気をつけて帰るよ。へ、へれいごそになりました。さよなら、ぽい。と思って出たんが、かれこれ、一時こまいやったか。もう人ばしすぎじゃぞ。 下がってくると、川がある。東横堀川。これにかかったのが農人橋じゃ。おい、お前らも知ってるように、農人橋といやずいぶんと今でも寂しいとこじゃな。へえへえ。おやさん、大阪にね、こんな寂しいとこが今でもあるのかいなというぐらいあの、本町の曲がりっちゅうとこ。あんな寂しいとこお前ね昼間でもあんまり人通りがお前ねんね。追いが出るっちゅうぐらいだ。そうじゃ。 まして、その自分の農林橋。橋詰めに山木の木一本、木が一本終わった俺が今渡ろうと、ふっ、と真ん中見ると、若い女子が立ってるやないかい。わしあの、夜中にその若い女子に会う,うちなんまり気持ちない,いもんや、お前んな。そうじゃ。わしもこの若いミ空ラで何をしていけずかんやろ、うとじーっと見てると、女子が、 周りの石広て、へ、田元へ惚れ込んでる。ははん。これは見投げやな。おい、お前らに教えておいたるけどな。見投げ助けんのに声かけたらいたんで。な、なんでってお前そうやないかい。向こうは飛び込むかどうかと迷ってるところへ。声かけたらそれを相手にドーンと行くてなもんや。てやつかいい。俺はその時、足音を忍ばして、まあ、後ろまでやってくるとおなご。ちょうど難関に足をかけて、 飲むみたぶつ。飛び込もうとする奴を後ろからギッとはがいじめにして、ゴール何をすんでどーっと助けとくんなれ。助けると思って殺しておくんなれ。あほなこと言うよ、お前。助けると思って殺してくれっちゅうな。医者の見立て違いじゃあるいしい一旦こうして俺が引き止めたからには何があったかと話するかい。えー、人間大事な命を捨てようというのにはそれは相当との訳があるに違いな、ね、い。その訳を話ししなれ。 それを聞いてみて、これどうしてもお前が死なれば治様りがつかんということが分かったら、今度改めて俺が手にかけて殺したるやないかい。えその訳を言いなはれ。事情を話ししなはれ。とこう言うがもう女子はあかん。死神がついてるというか何というかただただ死にたい死にたい殺してくれの一点張りや。ま、今のわしならボリカらんでもうちへ引きずり込んで。 ええ、ほとぼりが冷めんのんまって、なんとかして思いとどまるすめやが。なんせお前若いとこへ持ってきて酒が入ったあるな。むかむがっと来て、ええ、好きなようにさらせ。赤の他人の子の俺がこの間で親切に言うたってんのに、そない死にたけりゃ勝手に死にさらせ。ビーンとついて、おら、タッ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 たタたタたた、と一ってきたときに思ったか、しぼた。はあ、えらいことしたな。なんとかあの女子、と思ったが、後の祭り。 あと一足か二足で、橋を渡りきろうと思った時に後ろでドバーンと飛び込む水の音。<laughs> 偉いことした。念が足らなんだばっかり今まで物言うて抱き留めてたあの女が今川へハマって死んにおるかいなと思ったら、俺は思わずず、そして腹の中で何番だばつと念仏とらえた。<laughs> こんな嫌な番は、早いこと帰ろう。

震えねえかい。<laughs> おやさん、それねえ。騒がる。来ないなったらわしも振り向くことができん。なんとか、とてたたたたた、と足を早めると、後ろの足もじいたじいたじいたじた。ピタッと止まるとじった。<laughs> ほんに、それこ、怖いな、おやさん。<laughs> それからどないして、ああ、こうなるとわしももう何にもなる。なんとかこの場をしのげるとこはないかいな。 と見てると、おじずほろさんが一つ待ったる。その前に大きなさい銭箱がある。これ幸いと、ボンとそのさい銭箱の後ろにわしゃ隠れた。ちょっと、後ろの足音気がつかなんだと見えて、さい銭箱の前をテンテンテンと、一挙でねやる幸い、これで助かったわいぎーっと見てると、と足ほど進んだところで、ピタッとその足が止まって、周りを待っ と振り返った顔を見たら、最善の女子やないかい。はまりしな、ということで言っちゃったんか。額がザクロのように割れた血が流れてある。もちろん、唇は真っ青で、目の剣頭が狂うてある。その狂うためで、あたりをキョロッ、キョロッ、キョロッと見るなり、わしが隠れてる方へ、ひろひろ。 ひょろひょろっと戻ってくるやねえでこれは見つかったらいいかとたってじーっと隠れてると、その女が最銭箱の前へ手をかけるなり、わしの頭の上から、さっき、助けてやろうと、おっしゃったお方への、ああ アゴアゴア怖い、ゴアみんなもっと声もいかってワイのとこ寄ってワイのとこ寄ってアゴ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 アそれからどラいなんねんそんない怖かったらお前聞かえてもいいやねいかいああこうなったらおらどうすることもないおなごの前パイッと飛び出したおいさん飛び出したかそうじゃいかにも最前助けてやろうと言うたこの俺じゃ俺の意見かんと勝手に飛び込んで死に損ないさらしやがったんじゃああ 今度は、祭典言うたやに、俺の手で殺したる世界、こっちへ来い女子の髪の毛を手でぐるっと巻きつくって、ええ元の農林橋の真ん中までやってくんなり、女子の体抱き上げるなり。おうん、祭典の雨で、川の水は濁ってるが、松野の水は暗いしたいじゃ、勝手に暗いさらせ、ちゅうなり、女子の体たこうに上げて、思い切り川の真ん中まで上げて、ドバーンと、掘り込んだか。 親もハマった。ねえ、親さんもハマったんだ、そうじゃ。ひょの悪い嫁下にり船が一層止めたって。そのかまちで頭ゲツーンとって痛いのなんの。その時思わず目から火がペーンと出たな。巣の血で足やけどして熱いの、熱ないの。ほら、お前らも気ぃつけ。わしはその時にやっと目が覚めたんやけど。矢らごたつは気ぃつけよ。 おさん、そう何か夢の話か夢やった夢って初めに言うといてくれよな見てみなみんな顔色変わってあるじゃないかいなしかしまたなんと長い夢見はったやねんそれは何でか初めから姉妹までみんな夢でかいやまあちょいちょい中にほんまもんもあるわいどっからどこまでが夢でどっからどこまでがほんまもんでんねん俺がドンと川へ飛び込んでずぶぬれになったと思ったらはい しんべんたれしてたよよなあほんまりもおやすさんに殴られてんにゃ。<laughs> おじいおじいじどこ行ってらあの、みっさんと違いまんのかあたいつきながってん。ええ。たあ,あの、最前皆さんがわわわわわ言うてはるんで。 何事か知らんと思って、ちょっと寄してもらいまして。さようがいいなもう今あんた、おやすさんになぶられてさっぱりはえだ。えー、今見なよって、めいめいね、好きなもんとか嫌いなもんな話してたんだけど、みっつん、あんたがって嫌いなもんおますかえっ、答えたやな。よけやおまへんけど、一つだけ怖いもんがおまへん。おお、あんたが怖いもんなんだね。<laughs> もう、もう怖いもんって口に出すだけでも嫌ですから、もう言えまへん。 そんな言われて余計聞きたいな。え、なんだねえ、もう、んなこと言われたらちょっと言うとくんなれ、ね。あんたの嫌いな怖いもんちゅうのお、おのあの、怖いもんちゅうたらあの、おまんでん。えおまん。あんた変わってなはんな。おばん怖いんでか。今 <laughs> や、あんたおばん見て、おばんと違う。おまん。おまん おお前ら知ってるかおまんちゅう虫。知らんな、ね、あの、三つあんた言うてなるおまんちゅうのあの、まんじゅう残ってかポーンと割るとあの中からあんの出る。うん。<laughs> よう、そんなセッシなこと言いないな。ポンと割ったら中からあんが出るやなんて。わたいね、子供の自分からこれと言うて病気したことおいへんけど、わたいの病気って言ったらそのまんじゅうのことを思ったり、考えただけで、震えが起こりまんね。 この調子やったらまた、ひょっとしたらまた、二三日、猫まんにならんかもしれへんので、すまへんげとどなたも、お先失礼しますさいならごめん。おい見たかみっちゃんお前のかお前、マンチュが怖いで。いやもう、いつもな、あの男あんまりすっきゃないやんやみんな、みんなが話してんのに、何度聞いたら、シャーッとしたような顔で物言うやろ。あんまりすっきゃなかったけど。聞いたやめお前。マンチュが怖いって。そんなことあるやろかある。 あの、ざう、あるな、ぞ。例えばで、親が、あの、漁師してて、イノシシはいつも、まあ、売ったり、いじめたりしてると、それがたたってやな。まあ、こ、子供が、イノシシが怖いってなもんや。ん、それは、まあ、それはわかるわい。この三つのまんじゅうはどないなのいや、それ、親が、まあ、行さんまんじゅう食いすぎたとかやな。まあ、三つさんが、こ、子供の自分に、まんじゅういじめるとか、まんじゅうどないしていじめる、ね。いや、まあ、 例えば、ぶつけたかなんかしてや。それが、お前、三つさんにとったら怖いというもとや。おい、ちょっと、お前、おもろいこと考えたんやけど、やれんかおもろいことでないや。え、お前も知ってる通り、三つさんっちゅうのは、お前、一人もんや。で、長屋の四畳半で住んでんやけど、あそこどういうわけか、お前、表口しかないんやあそこのうちだけ裏口がないんや。やろ、えー、三つさんが、ほんまに饅頭が怖いかどうかちょっと確かめようかと。のないして。 えー、みんなでまんじゅう食うていってな。みつさん、あんたお見舞いに来まして、って顔を上げたとこ、食うてきたまんじゅうをブペペペペ,ペ,ペ,ペってみんなで掘り込むんや。なあ、おい、話聞いただけでも話して震えてるんで、ね、目の前ほんまもんが飛んできてみんな。なあ、あの狭い四畳半の中で、キャーバタバタ、キ、ま、ャーバタバタって、ブヤーッと走り回るの思ってるとこ、ビシーと締め切って、中でのた打ち回るの、見て楽しもうっちゅうのや。やろ、おい、そんなんすっじゃ。やろやろ。 お前やるかな、お前らもやる。よーし、それやったらな。めいめい、あの、まんじゅうごうてこなあかんで。なるべく上等のまんじゅう。なんでもかめえ世界。えー、わいかって、あの、ごうてくるよってに、みんな早くていておいで。おい、まんじゅうごうてきたで。おう、ごうてきたか何ごうてんおい、あの、立花屋のへそや。おなるほど、立花屋のへそな。そっちは、亀沢の福祭や。おい、そっちは、おい、駿河屋の羊羹でもえええか、まあ。羊羹でもなんでもえええ。おい、お,お前、何ごうてきたや お、俺があのー、蓬莱の豚まん。うん、そんなもん、豪的な地ねえ。えー、そっちは、え、あの、共江堂の太鼓まんじゅや。うん。結構結構。で、えー、お、お前何豪的だ俺あの、古月堂の栗まんじゅそれだけありええな。で、お前何豪的俺は久子屋の消し持っちゃう。うん。こんだけやったら何とかなる。こ、う、れ、ん、言うとこで、遠を開けるのは、俺が開けるよってな。な。 呃、わしが合図したらみんな一斉にべーと掘り込みや。な、とりあえず出かけよう。へへへへ。おもろいではええな。かー、バタバタかー、バタバタ言うんや。お前、ま、この前いいややっか。お前、芝居ではみらリん、ほんまもんやよってんな。ああ。おい、言うてるうちに、三つあんとこついたえ。ちょ、ちょ、ちょっと待っちゃう。<laughs> 俺がちょっと物言うてるされ三つはん、ご気分いかがですかもし、三つはん、 え,えらいすね <laughs> おかげさんでちょっと、震えも止まりまして。あ、さようか。いや、ま、あ心配してね。あの、皆見舞いに来てまんねんけど、ちょっとあの、お手もらわれしまんやろか。いや、あの、大変なこっちゃお前に、ね。あのー、ちょっと、布団から起きて、顔を上げていただくだけで結構でおますさかい。ちょっとあの、ご覧になっていただきたいという方がお見えになってまので。あ、さようか。どなたか知りめんへんけど。 えレいすんめんな。わざわざ、お見舞いに来ていただいて。はい。今や、それ、ちゅうなり、一いにこてまいりました。なんでは、ばッぺ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 っぺ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 あぺっぺっぎゃあっぺタバタキャーバタバタキャーやかましな、お前。みっつは何も言うていいのに、お前がぎゃあバタバタ言うてくれああ、そうか。 お前のかバタバタ聞きに来てんじやないでお前見てみよお前シーンとしたあるやねおい覗いてみえ覗いてみお前かおうお前言いかけてんよお前ちょっと覗いてみみっつん死んでる <laughs> 何みっつん倒れてるみっつん死んでる そんなこと言うよ、お前。お前、万丈でお前死んだらいわからんだよお前。そりゃそうやねえけ。ええ、話聞いただけでも、お前震、古えが止まらんちゅうのに、そこへ、俺見てたんおい,お,いお、おお前、太鼓万丈投げたやろ。あれ、三つ座の額のとこへ、ボーンと当たってそれで、ぐるっと行っきっていや、あるやろ、お前、心臓を巻って、ショックしちゅうやっちゃ。しゃあない。おい、どこも行くな、行くな、もう。もう、ぐらいだったらみない、一緒やねえけ。 一人だけえ命しようっちうなあかんで。どないなのどないもんこないもんなるかお前。これはお前、人殺しやねんかい殺人事件やで。殺人事件って、俺のお前、ゅう掘った、掘っただけでもお前ショックで死んでんゃん動くなって。これかどないなん、ね、どないなのどないなろうってお前、そのうちお前、警察が来るわ 警察来るかそらくらい。所長が来よんな。所 <laughs> 長が。そらそうやん。な所長が来て、いろいろと言いよで、ね。だいたいな、一人で相手をやるちないけど、これ凶暴やろ。凶暴ちな罪が重いんやで、おめえ。き、いたらいかんって思うたら。ほな、おいら捕まんのかしゃうないねないで。ほんなら、新聞社も来よんやろかそらくらい。あいつらまたうまいことかっちょるで。 まず見出しが、まんじゅう殺人事件と言って声ってんな。友達共謀して、この共謀と言いなさいで大言うたとて罪が重いな。友達共謀して、佐藤光太郎なる者、ま、んじゅうにて暗殺を離れ。<laughs> 殺した奴もあんつくなら、殺された奴もあんつく。 そこでわいらみな揃いのあずき色のもん切るか。あほなこと言うてんにあらへんが。うまいこと言ったなえ。何が怖いちゅうて食べられたら、こうこうこういうふうに言うたら、ひょっとしたらこういうふうにまんじゅう持ってくんねやないやろうかと思ったら。<笑><笑>わしは酒飲まんけど甘いものに目がないにゃ。しかし太鼓まんじゅうは痛かったな。<laughs> お

なんかよくまんじゅう食べてるな。なんとも言うけど、くともお金で食べさせそうじゃん。いや、へ、うん。うん、うん、ああ、これだけやったらな、もう3日か4日はまんじゅうかわいでもいいな。<laughs> うんあに、ね、なきゃだの むちゃむちゃ、むちゃむちゃ物食うような声がせえへんか。あ、ほんなこと言うよ、お前。三つはお前、一人もやなきゃ。死んでんのに、お前、そんなん。いや、そうかってね、ブソブソ、ブソブソ、ブソ声もしたっで。もう一遍覗いてみ。あ、そうか。あああ,あ,あ,あお前、帰しすやんかな、それやったら。どなしてん三つはまんじゅう食うてる。何三つはまんじゅう食うてる。まんじゅう食うてる また、騙されあた、ああいつに,にっちゃんあっあ,っあ,っあ,あごっちゃん何いなあねんああんたも何、あんたまん、ああねあんた、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 いんた、あらあんた、あんあんた、あんじゅうこあんた、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 んた、あ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 んまあんた、いんた、あんた、あんんあんた、んんん 今度は熱い。お茶がいっぱい怖い。